有島一郎は、日本の俳優。愛知県名古屋市出身。旧姓名古屋中学校卒業。有島一郎一座に始まり、左右福子一座、劇団タンポポ、劇団空気座、小竹大船、東方芸能を経て、最後はフリーだった。俳優、歌手のロミは孫。有島一郎の写真、家庭全科1962年11月号より、 鉄工所経営者の長男として生まれる。日置人上小学校を経て名古屋中学に入学。その頃から芝居好きで学生時代は学芸会の花形であった。が、両親が相次いで亡くなる不幸に見舞われ自活を迫られる。1933年俳優を目指して当時の人気スターだった田村邦夫に弟子入り。十代で 軽演劇の世界へと飛び込む。1936年に上京。新宿のムーランルージュに入り、次第に頭角を表す。1940年に、政子夫人と入籍。有島一郎一座を結成するが長続きせず、佐右福子一座、水野滝子率いる劇団タンポポと渡り歩くうちに、終戦を迎える。終戦直後に、堺井義と、 劇大空気座を旗揚げするも、すぐに脱退。結局は、ミキ鳥リローグループの池袋公演に出演したことが、きっかけとなり、NHK ラジオの、日曜娯楽番に出演して、全国的に有名になる。1947年、若き日のちは燃えてで、映画デビュー。1955年から東宝と専属契約を、結び、森重久屋や三木のリ平らと並ぶ。 喜劇役者としての地位を確立する。テレビドラマでは、アリちゃんのおかっぱ侍で主役を演じる。舞台では、菊田和夫率いる、東方ミュージカルズでミキと共に、中心的役割を果たす。山田洋次監督の、懐かしい風ライブをあたりより、ペーソス漂う演技で新境地を開拓。1966年、ダンハルでの演技で、アジア映画祭最優秀女演団優勝を受賞。 1972年、専属契約を解除。フリーになり、テレビドラマでのレギュラーで当たり役を得た。1987年6月1日頃から、体調を崩し松平健主園の明治座舞台を交番し、日比谷病院に入院するも、7月20日午後1時10分に、心不全のため死去。ありがとうございます。